ビデオダイアリー、April the 21st, 2019, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌、2019年4月21日、林博史です。こんばんは。去る2019年4月14日の名古屋会においてですね、開口現象が起きました。その開口を名古屋市在住の M 美幸さんが届けてくださいました。動きが大変早いので注意してご覧ください。今光が横切りました。では今度は5倍スローにしてご覧いただきます。大変動きが早いです。そしてその光がですね、飛んでいるというよりは、私が首にかけていた集音機の表面に反射して映っているといった風に見えますと言いますか、そのように私は判断しました。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、丸の部分に注意してください。今ピカピカッと光って連続して移動しているのが分かります。で、さらにスローにし、部分的にポーズし、拡大してみます。注意深くご覧ください。左が私の集音機です。それを私は首にかけていました。注意深くご覧ください。この丸の部分です。今映ってますね。ポーズして拡大してみました。だいたい色、もしくは黄色、あるいは白に近い黄色のように見えます。ビデオ編集画面で見るとぼやけますけども、 iPhone 上で拡大しますと極めて鮮明な線として浮かび上がってきます。ここでポーズして今ご覧いただいています。私の集音機の表面に光が映っています。コートの影になっている点にも注意してください。このような光ですね、ギザギザの、つまり、グラフのようなと言いますかね、そういう模様のようなものが、見て取れます。で、それがですね、上下左右に瞬間に移動していきます。やや上に上がってきましたね。で、また今度は下に移動します。集音機の上に現れたというよりも、集音機がいわゆる、何て言いますか、テカテカしているものですから、それを光を反射したものと私は判断しています。もちろん私の周囲にはこのような光源体はなかったとは言えませんけども、私は気づきませんでした。もう一度拡大してみます。グラフのようだ、なんて言いますかね、ギザギザのグラフのように見えます。これは何かということですけども、同じ時刻に会場の中で不可解な現象が起きました。で、結論ということになりますが、開口事件はありました。これがその物的証拠ということになります。開口をですね、並べて順に比較していただきます。左下、それからその光がやや上に上がってますね。それから下に移動し、これは何も映ってない部分だと思います。そして右ですね、ギザギザになり、そしてそれがまた変化して上に移動しているということです。さまざまな形に他にも姿を変えています。で、集音機ともう一度比較していただきたいんですけども、右が私が使っている集音機です。これが現物ということになります。この現物を右に置いてですね、左の集音機に現れた模様を比較してみてください。さらに M 美幸さんが届けてくださいました動画を
検証してみたところですね、別のものも映っていたというような感じがします。で、今ご覧いただいているのはオリジナルの動画です。もともとの動画ということになります。その中にですね、こんなものが映り込んでいました。ストップモーションポーズをかけています。で、拡大してみるとですね、私の集音機の表面が白く光っているのが分かります。そしてどうやら手の影も映っているようなんですね。手の影、指が映っているのかなという感じなんです。この光はどこから来たかということなんですね。で、全体はこの、部屋はですね、背景に見えますようにベージュ色の、部屋だったように記憶しています。ですからこの光はどこから来たかということなんですけども分かりません。もう一度拡大してみます。まあ、こんな光もほんの一コマですけどもね、映っていました。一コマですね。で、ここで動くんですけども同時に、まあ、光も消えているということになります。というような現象も起きています。これについてはクエスチョンマークをつけておきますが、先の話に戻します。私の集音機です。そしてその集音機の表面にはですね、このような、まあ、奇妙なと言いますかね、光が映り込んでいたということです。で、これは何かということなんですけども、M. みゆきさんの、スマホ iPhone ですけどもの上で見るとですね、もっとシャープに細かいそのラインが見て取れます。まあ、要するに何かの、ね、波動を示しているようなラインということになるわけです。で、こうして並べてみるとですね、まあ、微妙に変化しています。一コマですよね、まさに。ですから、まあ、この写真といいますか、 そこでポーズして、切り抜くということが当初考えていたよりも大変な作業になりました。開口現象は確かにありました。 Bye for now.